Hello everyone, I'm Yoko Shibata. Today, I want to try a Japanese traditional sales talk. やけのやんぱち、日焼けのなすび。色が黒くて食いつきたいが、あたしは入れ歯で歯が立たないよときた。どうですかお客さん、こちらの本。角は一流デパート、赤木や黒木や白木屋さんで紅を白いつけたお姉ちゃんからください、ちょうだいでいただきますと。5000は6000、7000が8000。1万円はする品物だが、今日はそれだけくださいとは言わない。ね、並んだ数字がまず一つ。物の始まりが1ならば、国の始まりが大和の国、島の始まりが淡路島、泥棒の始まりが石川の五右衛門なら、スケベーの始まりがこのおじさんだっての。ねえ、笑っちゃいけないよ。もう1冊負けちゃおう。続いた数字が2、2冊まとめて負けちゃおう。兄さんに寄ってらっしゃいは吉原の下部仁吉が通る東海道。日光結構東照宮、憎まれ小僧ができねえように教育資料の一端としておまけしましょう。はい、3冊3で死んだが三島のおせんばかりが女子じゃないよ。京都は極楽寺坂の門前でかの有名な小野小町が三日三晩飲まず食わずでのたれ死んだのが33。とかく3という数字はあやが悪い。三六歩で引け目がないっていうね。だからもう一冊負けちゃおう。4つまとめて負けちゃおう。四ツ谷赤坂麹町、ちっちゃらちゃら流れるお茶の水、粋な姉ちゃん、立ちしょんべん。白く咲いたが百合の花、四角四面は豆腐屋の娘、色は白いが水臭い。一度変われば二度変わる、三度変われば四度変わる。四度の川根で水車、誰を待つやらくるくると、五本五本と波さんが、磯の浜辺で、ねえあんた、あたしあんたの妻じゃもの。妻は妻でも番妻よときたもんだ。もう一冊負けちゃおう。六冊目。昔武士の位を六という後藤又兵衛が槍一本で六万石。六でもねえガキができねえように教育資料の一端としておまけしましょう。はい、7冊。7つ長野の善光寺、8つ谷中の奥寺で、竹の柱に茅の屋根、手鍋下げてもわしは糸やせぬ。信州信濃の新そばよりも私はあんたのそばがいい。あんた100までわしは90まで、共に白身のたかるまでってね。どうです、これで買い手がつかなかったら私浅野匠の神じゃないけど腹切ったつもり。さあどうだ、買ってってちょうだい。とまあこんな感じで、ご清聴ありがとうございました。では皆様ごきげんよう。グッバイ。